ちいたしました。大阪城の包囲はなった。大攻めを始めよ。この一戦にて乱世に幕を下ろす。この真田丸こそ守りの要、いかな敵とて寄せつける。今こそ二戦救援攻撃。お前が何を考えているか私には分かる。親方様が私に覚悟を促した時、やはりついに来るのだ。敵将討ち取ったり。徳川幕府は成り立たない。秀忠様に死守すれば。敵将討ち取ったり。お前もこの策。大手門や玉造り門の味方も苦戦。信行殿、ここは稲田。真田の名、怪我さずに済んでよかった。死ななくて済む。
失って、ようやく近づいた海兵の世がまた。その中で西村は何とも助かった。それに撃たねばならぬか。かかってるならためらっちゃダメです。西村様のためなら私、信行様だって。まだまだ私だって諦めない。今こそ見せん。真田丸、双方に砲術を打ち込め。真田幸村出陣。真田丸は大阪城は我が槍が守る。開門。真田丸を抜き大阪城へ踏み込むぞ。小雪、今日はこそ戦国最後を彩る大輪の花だが、花は散るが心得ています。まだ体勢を立て直す。真田丸は落ちた。豊臣に勝ち目はないぞ。幸村、約定の時間の問題か。だが私が撃たれれば豊臣の将たちは死んでいる。命を落として戦った者のために何としても落ち延び豊臣の世をつなぐ。
お前は私が止める。雪村さんは死なない、死なせない。大阪城に夢中で美女を撃つ、本陣を落とされてから気づいても遅いのよ。バカめ、本陣はわしが守っておる。貴様ごとき近づけもせぬわ。雪村